金のインゴットが18だから、うん、あ今もし割り算が割り算が今待って今7いるから18を2で割ると1人とりあえず4つだね。誰も返事しないから合ってるか分かんないけど多分合ってる。1、2、3、4。金のインゴット6個しかない。あれ2、7、10、4、あ、2だ、ごめん。あの すいません返していただいてもいいでしょうか。じゃあ2個吐けばいいんですね。はい。あ、2個吐けばいいです。2個吐いてよ。7でしたよね、間違えた。あまりが4で、いらねえよこれ。何の会議でもういらんだろうこれ。これで2個分に2個分にじゃなくて。はいはい、どうもどうも。今取った人2個を返してください。帰ったしたら取ってない人に2個あげます。めんどくせえな、飲み会の割り勘するときみてえにめんどくせえな。感じできないタイプや。いやめんどくせえこれ。それか余りは今お休みしてる人の分に取っておく。あ、まあそうですね、うん、賢い、うん、賢い、賢いね、賢い。すんげえ馬鹿にされてる。ちょっと待って、全く世話のかかる連中だよ。やっちまえ、アイクさん。やろ、アイクさんを使うな。俺はこれでスレイヤー2を買う。これで闇の力が、おら。痛い。俺子供の頃スレイヤースっていうアニメ見て、リナ・インバースのね、俺ファイヤーボールの映像全部言えたんだけど今言えない。何を見たの。チャミスキルありふるところどこ。え、教えてほしい。お願いします。じゃあ金塊5個。オッケー、はい。なんだよこれ。これは赤髪クラフトで通用するネタらしいから、僕は翔さんにそう教わったから。え、待って、何これ見て、これ、あ、ええ、ボイラー。鍵まで言ってくれるかな。ボイラー、ボイラーの鍵、ボイラーの鍵、ボイラー。てんてんてん。どういうことで。どこ、ステータス割り振るところ。どこなの。あっち、あっち、あの白い建物か。あ、やっぱりあっちに事件の香りがすると思ったぜ。思うじゃん。うん、え、違うの。じゃあこっちなんだよ。嘘、能力上げた。あ、合ってるじゃん。合ってた、合ってた。いけるいる。あ、欲しい。え、俺4ポイントしか割り振れないんだけど。はぁ、レベルがまだ上がってない。マジで私めっちゃ上げたよ。十何ポイント入ってたよ。俺だってなんかの時みんな上がった時俺だけ上がってなかったんだよ。トモレベル13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 みたいになってるでしょあれ。今も13ですね。マジ、もしかして俺あれから上がんない。これ以上上がんない。やば。本当だよ、絶対おかしい。これやば、回帰が。聞いてください、赤髪のトモさん、次のレベルアップまで今レベル13ですよ俺。うん、はい、1、10、100、1000、10000、100万、100万、2332万5000。2332万5000経験値。すげえ、永遠の13レベルだこれ。やべえ、やばくない。俺これもう多分レベル上がんないよこれ。多分取られたソーラーに何かを。先に成長する要素。これは実況動画らしくなってきた。おや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 。あのボーナスポイント300あるんですけど。うわ、え。そうだよね、だって60までレベル上がったらその分だけスキルポイントバンって入るよね。なるほど、まとめて。俺のだから取ったよね完全に。ソーラさんは知らないうちに2300万。ラスボス倒して上がるかもしれない。やっと一緒に。ラスボスも多分2300万経験値はないんじゃないかな。やばいな。
じゃあまた皆さんで情報収集をお願いしようかなと思います。はいはい、ちれえ、この町の中で次の情報ってことですか？うん、多分僕はあの氷の方な気はする。うわすごいお腹鳴った。今入ったスカイプ、なんか聞こえた気がするけど、恥ずかしい。氷の人の方かな。あゆくさんどこで覚えたその尾行術は？もう経験で。なるほどね、探偵になれるよ。いるんだよな、歩みが迷いなく直線でカクカクって曲がってったんだよな。見られてるもんな。早いな、もうついちゃってるな。ちな、皆さん分かりました、次の目的地が多分ここでしょう。まあ多分そうでしょうね。では、はい、皆さん氷の方に行ってみたいと思います。はい、何人か村人に話聞いたんだけど、ゲームのシステム的な基本的なことを喋っていたので、うん、まあ怪しいのはこっちかなという感じ。うわ怪しい、うわツルツル滑る感じ、これうわツルツル滑る感じだ。お、何か敵がいそうな。嘘いる？あいる。どこだ？なんか矢を撃ってる。おお、え、現れた。急に現れた。どこだ？お、紫色のストレイか。あ、HP 出てる。あ、出てる、出てる。あ、なんかドロップ黒いの落としなかった今。煙？あ、どうそこだ。そこにはいた。あ、上にいる。え、これどうすんのこれ？下に降りてきてくれるんだ。進めばいいの？進めばいいのかな。これ、これはじゃあなんかあれだね。お？ここがダンジョンの中みたいな感じか。すごい大口開いてんじゃん。ました、上に。バーズ。強いってよそいつ。意外とソラさんのレベルなら、あ、ソラさん後ろ。そうか、ソーラが一番強いんだこのゲーム。また後ろ開いた。ソーラさんその剣で切ると何ダメージ入ってるの？59。クリアできるレベルなんじゃないかな。すげー。下？なんだろうこれ。下に行くの？おお。本当だ。行きたくない。俺の敵。まだいた。どこだ？いた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 。よいしょ。まだいる？まだいる。なんか湧いてるね。後ろか。これでもなんかある程度なところ行くと勝手に湧くっぽいから無限じゃないっぽいね。うん。こういうさ一本道の先にさなんか宝ない。わあすごい深いこのダンジョン。レッツゴー。いきなり始まるの。うわすげえ、なんだこれ。うわ。やば。でかすぎねここ。広い。はい、どっくんだろう。まあ水の流れで着地か。あでも木がそこにありますね。木の道の先かな。入り口らしき場所がありますよ。じゃあそこ行ってみますか。とか言いつつバステルさん、宝あるんじゃないのこれ。ありそうですよこれは。木に集合してちょっと5分くらい周り散策しますか。それじゃあ入り口絶対あるよ、あの宝箱が。いいよ。あるよきっと、絶対にある。本当？匂いがする。君たちには分からないだろうが始まったよこれ。まだ宝の匂いが。足だ。ええあれ？あ？5432。あ、なに冷たいから死ぬこれもしかして。秒で死にましたけど。ほら冷たいから死ぬんだ。青いメッセージが出る。これ空気じゃない、冷たさ。ダメだここ。冷たさで死ぬんだよ。5秒ルールかい。怪しい場所発見。あ、寒い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 。ゴー、危な。そう、その先私もちょっと気になった。おらやばい。ゴー4セーフ。あ、ワープありますぜ、ここに。おぉ、マジ？ふふふ、行くっきゃね。君たちごときではたどり着けないところがあるのさ。ここへじな。あれ、クソ、あったんだな。これちゃったな。じゃあちょっと代表してソーラさんじゃない、いやショウさんとお二人で行ってく。あ、チャミも来る？行くわ。多分ね、これ先長くないんでちょっと撮影してきちゃいます。
おいと言いつつ大洞窟の始まりだったりして、あばよあばよ、よいしょ、あれダンジョン、万年解けない悠久氷結、氷窟、あ、戻りまーすえ、これ一緒なのか、もさ一緒なのか、嘘、いや一回じゃああっち行ってみようか、みんながいる、まったく、やれ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 、では洞窟に入りたいと思うです、おい行くです、はい、出航行くです、ダンジョン巨大洞窟に潜む謎、謎違う違う、え、溶岩だよ、溶岩、なんて、じゃあバセさんそこ読んでください、マルチプレイの場合は一人ずつしか行けないらしいですよ、ええ、どういうこと、同時に一人だけです、え、じゃあここから先はこうやっていったらみんな入ってこれないの、うわ、けどうまく最後感染になった、あ、え、あ、上から見る、え、頑張って見る俺やんの、あー、え、あー、じゃあ見ちゃんないとこ上から見てていい、金の貫通、あ、そういうことか、じゃあみんなじゃあ教えて、だが断る、なんであえてあの間違いの方を教え仲良くしようや何ここ、それでも踏むと音しますね、音する、なんだろう、よし、じゃあ行きましょう、では今のミニゲームをクリアして続いてはこちら、さあどうぞバスさんどんどん入っていっちゃっていいです、はい、僕は多分これは本番のダンジョンだと思います、うん、お、万年解けない悠久氷窟、あ、2回目の人はその表示が出ない、寂しい、見せなかったね、出なかった1回目だけ、あ、ねえ、ここになんかスイッチが、さあ押したまえ、ポチッとだ、え、おい、あ、溶けてるやん、万年溶けないのが溶けてるやん、いいね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 、あ、じゃあそこに立ってみよう、危ないよね、これ危ないよね、これ危ないやつだよね、おいおい、痛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 い、1ダメージ、でも1ダメージ打ち続け、あー、危ない、何あの人、狂ったように狂ったように、それだけ押してる、敵出たってよ、クミさん敵出たよ、雪玉2個持ってる、なんか雪玉2個持ってる、スノーマンじゃないこれ、スノーマン、やばい、分身だ、スノーマン、スノーマン、スノーマン、ここはもう責任を持って排除、誰もイーガールズを分かってくれなかった